おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト。今週は浄土真宗本願寺派大龍寺僧侶大森二階堂和美さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。あ、元気、はい、おはようございます、はい、今週は二階堂和美さんをゲストにおしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。まあ、二階さんと呼んでいるので、はい、二階さんでいきますか。はい、はい、お願いします。まあでもちょっとご無沙汰なんで、なんか近況どうですかっていうのもあるんですけど、この前、あれなんだっけ、本屋さんで、まあ、二階堂和美特集、なんかちっちゃい冊子みたいな本があって、あったでしょ、靴屋さんが出した分ですね。そう、奈良の靴屋さんが多分そういう、うん、なんかすごいローカルな手作り感のある、うん、そう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 ですね、うん、あ、たまたまそれを手に取ってくださったと思って、あ、うん、あのお声掛けしようと思って、はい、なのでなんとなく割とあれ最近のやつだから、なんかそうですね、いろいろアップデートが2年前ぐらい、うん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 、ありましたけど、どうですか。そうですね、はい、うん、いや、あのどうですか、何を話せば、何からいきましょうかねここのところ、うん、そうです。でもラジオ聞かれてる方は全然知られてない方はいっぱいいらっしゃいますよね。あの、私が音楽をやっているとか、そういう情報も、まあね、もう何にも、何にも、何にも不親切なラジオなんで。そうですね。いや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 、うん。うん。はい。そうですね。あの、本当普段は、普段が何なのかちょっと分かりませんけど、うん、まあまあ、あの音楽、うん、歌を歌わせてもらったり、うん、まあ、ホームというか、まあ、あんまりその実際 お参りに行ったりっていうことは少ないんですけれども、まあ大森として雑務先輩をさせてもらったり、うん、あの、していますけど、まあ本当このコロナですごくこう、あの落ち着いて家にいられるのが内心とてもなんていうかご褒美みたいな、私にとって。ちょっとね、あんま大きな声で言うとあれですけれどもすいません、こう公言してたら話しで言ってたら大きな声になっちゃいます、うん、そうだね、ごめん、はい、まあ、うん、本当に穏やかですね。もともと、あの結構家にいたい方なので。あ、そうなんですか。うん、そうなんですよ、私あんまりそんなに出たくない方なので、家にいられるのがすごい助かる、うん、とはいえ家がお寺だから、まあね、うん、落ち着いているんだかいないんだか、いろんな人も訪ねてきたりするじゃないですか。そうですね、そうですね、うん、本当にそれは思いますよね。なんかルームウェアとかっていうの違うもんね。確かに寒いはルームウェアかもしれないけれど、うん、うん、ね、なんかね、んか、あのふわふわのルームウェアとか着にくいですもんね着にくいよね本当に、うん、そんなお寺ですけどね、うん、そうか。そしてまあ、家族もいて、うん、はい、そうですね、うん、今母と、夫と娘と息子と、うん、はい、まあ、まだちっちゃいんですけど、小学生と保育園に行っている、うんうん、もう本当、まあ、ちっちゃいのがいるともうそれだけで毎日が終わっていくというか、うん、ですね、本当に。そうか、じゃあ最近はあのライブとかも、まあ、うん、めっきりなくなって、あ、見事に、はい、本当にこんなに休んだことなかっ
ったんですよ、うん、産前産後とかでも本当に2ヶ月休んだかなぐらい、本当に産後1ヶ月休んでぐらいで、前後もう産前産後で2ヶ月休んだのが最長ぐらいだったので、うん、今回は本当にまともに人の前でやったのは去年の3月にやって、その後11月に1回東京のライブハウスで、まあ、配信とそこにお客さん入ってもらってっていうのと両方やったのが11月にやったぐらいで、もう本当に見事にやってないですね。こんなことは初めてです。うん、そうですよね。そうすると、うん、なんだろう、今までやれなかったこともちょっとやれたりとか、みんななんかね、そうなんですよね、ミュージシャンその間にこう調律を覚えたったとか、なんかいろんなことをね、なんかそのいろいろその間にこう、うん、なんか技を身につけたり、うん、スキルアップのされた人、そう、そういう話をちょいちょい聞くんですけど、うん、料理に目覚めたとかね、とかね、うん、何にも実は、まあ、それが本当に、まあ、子供がいるとっていうやつですけど、うん、その分そのほったらかしになってた子供たちとの時間を取ることになんか結構使ってしまったので、うんうんうん、何も音楽家としては、でももともとそのコロナあるっていうか、コロナに、こんな風になると思ってなかった段階から、その1年ぐらいちょっと創作期間というか、うん、まあなんか外でこう出すライブとかですね、そういう出す、うん、ことを一回ちょっとお休みしたいなと思って、すごいこうなんていうか、そういうように調整してたとこだったので、なんか本当に自分のこう大きなこう何年か分のこう思いとしては、すごいちょうどいろんなこう外出すの休む期間みたいなので、うん、なんかまあその分創作したいなと思った割にできてないっていう話ですけど、なんかでもやっぱりあれなんですよね、出す作業っていうのはもうそれにすごいエネルギーなので、うん、なかなかこう内面に向かわないっていうか、新しい何か曲作ったりなんとか、なのにやってないね、やってないや、うん、やってないですけど、ニカ、ね、さんの出すエネルギーすごいから本気でね、全力で出してますもんね。そうですね、やるときは本当に全力でやりますね、うん、いやだから本当にあの出産したときに本当になんか、あ、ワンマン1本分って思ったのでなんかそのぐらいのエネルギー普段使ってんだと思いましたけど。そっか、すごい出産を重ねてきた感じそういう感じ、うんうん、ですね、ね、うん、ワンマンはだって出産一人分みたいな、うん、みたいな感じがしましたよ、うん、なんかまあもちろんそんな10ヶ月とか準備したしてないかもしれないけど、やっぱそうやって時間かけて準備して温めて、うん、でまあそのバーっても本当にうわーってこうね、ね、感じ、だって映像テレビとかで見てもエネルギーが伝わってくるから、うん、すごいなと思って。ありがとうございます、いや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 、ね、なのでなんだろう、 YouTube でもね見れるから、うん、二階堂和美で、そうですね、はい、うん、結構ちょっと検索してライブ動画も、はいはい、出てます。音楽も聴きつつ、このトークも聞いてもらったら、うん、ありがとうございます、うん、最初に会ったのもあれ確かインタビューをさせてもらいに行ったような気がする。あの、そうそう、私もそれ今直前になんかどうだったっけと思って、うん、メールを検索してたら、うん、2006年ぐらいになんかメールのやり取りをしてました。2006年の12月なんか私が教習のなんか講習会で一緒だった女の子たちが、はい、松本くんとなんか知り合いで、うん、なんかその子たちが紹介したいとか言ってくれて、それでなんかメールを一回こうやり取りして、私のライブに東京でライブハウスでやったのに来てくださって、うん、で楽屋かなんかで
話聞いたり。そう、あれは多分その次の時ですね。その次か。その時に始めましたってやって、で多分そのはいはい、ちょっと後に角張りズムのやつ。ああそうみたいでした、うんうん、私もそれすごい忘れてたんだけどユニットの楽屋でインタビュー受けたみたいだったから、うん、なんかクバリズムっていう私 の, あのレーベルの、まあ、お祭りみたいな、ね、あれ楽しかったですねありがとうございます、うん、サキロクとかも出てたですね出てたいや懐かしい、うん、ですねもうとか15年前かうんうん、そしてまあその時からずっと音楽活動を続けられているっていうのもねすごいことです ね, ですね、まあ、あの時すでに実家に戻って 2,3 年経ってたので、うんね、なんか考えてみれば私去年が多分最初の CD 出して20年目だったみたいで全然何もしなかったんですけど大して、はいはいうん、なんかすっかり自分の中のそのキャリアという言ってしまったらちょっとあれですけど、うんうん、その20年のうちのほぼ15年ぐらいは実家にいながらやってきたんだなと思って、うん、いつの間にか、うん、まあその間 ねいろいろな人も増えたりもしてそうです ね, ね、はい、ガンジーさんもはいそうですね、なんかひょんなことから、うちのお寺の住職にまでならされて、コントラバス奏者としてね、バンドに行き入れたはずが、ねまあ、あのオファーは断らないっていうね、レジストのオファーに断らないんでそっかそうですねありがたいことで、うん、住職オファーまで受けちゃったんですね、うん、そうですね、うん、かなり気の毒にまあ結婚するときはね自分が継ぐかもしれないとも思ってましたけれども、うんうんうん、とりあえずまあパートナーとして入ってもらえたらなと思ってたんですけど、うん、やっぱりねあのスキンヘッドだったんでもともとミュージシャン時代から、ね、ビジュアル的にハマりすぎているっていう、ね、ハマりすぎてね家族と言っても何も変わってない感じです、うん、ねえミュージシャンだと結構、はい、ほら男性でも、うん、まあジャンルにもよるけど、うん、ビジュアル系の人とか得度できないじゃないですか多分、ね、どうしてるんだろう ね, なかなかねうん、ガンジーさんは別に何もしなくてもいいからよかったけど本当そうですねそのための下積みだったのかなみたいなね、うん、下準備なんつうの前踏みなんつうんですかうん。そうですねなんかまあいろんな話もできたらなと思いつつまあこんな機会にちょっと、はいうん、な人生振り返りでもいかがですか、はあはいはい大丈夫ですよ、うん、何でもねそうです ね本当だからさっきも松本くんとのメールをパパパって斜め読みしながら本当折々に松本くんがなんか北海道に戻ったり、うん、その後インド行かれたり、うん、なんかそのでまた今度京都来てみたいなそうです、ね、なんか折々にしか会ってないんですよね、うん、今3、4分で全部振り返れるぐらいのメールのやり取りしかしてないんだけど、うん、だけどね折々にはあるんですよね面白いことにそうなんですよねなんかわかんないけど面白いことに、うん、1、2年に1回はやり取りしてるみたいななんかねたまたまねそうです私のアルバムのにじみっていうね自分にとってはあの代表作なんだけど、うん、それの中のブックレットの中の写真とかなぜか光明寺で撮らせてもらってたりとかそうだそうだそんなこともあったわと思って今、うん、思いましたけどね、うん、子供の頃から歌ってたんですよねまあそんな人前でとかではないですけどその美空ひばりがこう街角でなんか泥箱でとかそういうのではなくって、うん、あのまあ本堂の縁で歌ってますましたけど、うんうん、でもまああの家族の前だけですけどね、うんまあまあ、時代がもうアイドル全盛期でしたからそう、うん、そうか物心ついた頃がピンクレディーが流行ってて、うん、そこからのこう松田聖子ちゃんとかちょっと山口百恵さんはあんまかすらなかったんですけど、うん、本当に
でも後からね、前日テレビでラストコンサートやってたんですよ、山口百恵さんの。すごい。それをたまたま見て、すごいですよ、よかったです。ちょっとビデオ撮らなかったことを悔やまれるんですけど、すいません、話が横にそれるけど。MC がなんかもうね、法話みたいだった。若干22歳ぐらいなんだけど、山口百恵さんのそのラストコンサートの MC がなんかすごいね、聞きながら思わず何万だろうな、受け念仏出ちゃった、出ちゃった、そんな話でしたよ。うん、まあ、そんな山口百恵さんは幼少期には全くかすってないんですけど、かすってないけど、まあ、そう、あの受け念仏っていうのは、まあ、あのなんかね、浄土真宗の、まあ、はい、教えが熱いところで、ね、なんか知んないけど、別にこれお坊さんだけじゃなくて、あの、まあ檀家さんっていうんですかね、そういう人たちも、なんかといえば何万だ、何万だ、ね、ありがたいなって思った時とか、そうですね、まあ、口癖になってますよね、もうね、あれ。そうね、なんか本当にこう相槌みたいな感じで、うんうん、言葉にならない思いがそうまあ便利っちゃ便利で、嬉しい時も悲しい時も何万だったから、ね、腹立った時も、うん、そうですね、確かにそうだよな。まあそういう、結構ね、あのご褒義地とか言うけど、そういうとこでのお寺ですよね、仁賀、はい、さん。いやー、でもそうですね、そのいわゆる秋教区っていうこの広島とか、うん、その辺はそう言われてきてたんですけど、うん、まあうちに限ってはそこまででもない。ああ、そこまででもない。うん、割と父が閉鎖的にしてきたので、なんかあんまりこうオープンな感じのお寺ではなかったんですよね。うん、そのすごい規模も小さいんですけど、閉ざされたお寺。それ言い過ぎだけど、まあでも何ですか、本当になんかこう。私はでもそれを何とも思わずに育ってきて、自分もそういう修文校とか全然行かなかったんですよね、一回もそういうとこ通ってないので、そういうお寺の友達みたいな人もほとんどいなくて、でまあ自分がこう、ここ近年いろいろお寺にご縁をいただいて歌を歌いに行ったりとかさせていただくようになって、なんか初めてお寺友達というか、なんかそういう人たちに出会うようになって、あの他のお寺が、まあ、特に私を呼んでくださるようなお寺がかもしれないですけど、すごい開かれていることにすごいカルチャーショックを受けてる感じ で自分のところのこうあの開かれてなさを知るみたいな感じで、なんかそんなでももちろん元の門徒というか檀家の皆さん方はすごい親切にしてくださって育ってきましたし、本当に小学校の頃家から帰学校から帰ってきたら園の拭き掃除してくださってるおば様がいつもいらっしゃったりとか、なんか野菜今でもそうですけどやったらにいろいろいただきますよね、なんか野菜だったり、手作りしたちょこっとしたものとか持ってきていただける、本当に施しというんでしょうか、なんかを受けて私たちここに暮らさせていただいてるっていうことは、やっぱり年を追うごとになんかこうひしひしと感じるもので、ね、まあ、だから自分が一時期、まあ、音楽すごいやりたかったこともあってね、お寺出たいななんてこう思ってような時にも、やっぱりそれを引き止めてくるのはそういう、のっとさんたちっていうかね、の姿なんでだったので、まあやっぱまあ信仰が厚いか厚くないかはちょっとわからないですけど、やっぱり育ててもらってきたっていう意識が植え付けられたことは確かですね。じゃあ門徒さんの前で歌ってたりするわけでもなく、まあでも近年は歌いますよ。あ、近年はね、もう本当に、あのちょっとなんかお茶
の時間とか、そのご法座、ね、お説教と説教の間とかに、うん、なんか今の朝ドラの歌ちょっと歌おっかとか言って歌ったりとか、もうすごい簡単に歌うようになりましたね、本当に伴奏とかもなくても、うん、そのままつるってやるとか、みんなで歌ったりとか、それもする、うん、なんか、うん、ここまだ10年経たないですけど、コーラス、おばちゃんコーラスというか、歌舞伎婦人会の方々とコーラスを立ち上げて、私がこう指揮指導してやってたりとか、そういうのもするし、そのもちろんこう童謡とか、その季節季節にみんなで歌いましょうみたいな感じでやることもあるし、うん、私が一方的にバーッと歌うこともあるし、本当、うん、ここ近年、まあ、特にあのジブリ映画の主題歌をやらせてもらっていこうっていうのは、かぐや姫の、本当にかぐや姫の物語の、うん、なんか地元でこういろいろそうやって歌を歌うっていうことがすごくこうもう飛躍的に増えたので、うん、なんか地元、そうですね、そのお寺はもちろんですけど、なんか学校だったりとか、なんかいろんななんかの講演会みたいなのだったりとか、うん、でもちょっと、うん、そういうのがドバーってなって、私はそれをちょっとどう受け取っていいかわからないというか、うん、自分な私はどこへ行こうとしているんだろうみたいな感じでちょっとわかんなくなってたんですけど、まあでもそれでブワーってこう揉まれる中で、本当にこう何でも来いみたいな感じにはなってきたので、うん、すごい鍛えられた感じはしますね、うん、普通にミュージシャンだけやってたらすごいやっぱ守られてるんですよね、そのマネージャーさんだったりとか、ああ確かに、うん、なんかいろいろブロックもしてもらえるし、お膳立てもバーってしてもらえるし、うんうんうん、ブッキングだったりとかね、うん、会場をどうこうするとか、機材をどうこうするとか、プロフィールを送るだなんだとか、だけどそういうのも全部自分でバーッとやる感じが、なんかすごいこうね、鍛えられた。あ、その辺の話いいですねちょっとじゃあ今日はこの辺で、はい、はいはい、また明日、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを聞いてくださりありがとうございます。2021年2月17日より全3回のオンライン講座、音の巡礼、山の巡礼、身延山編を開催します。これまでゲストに出てくださった日蓮宗のお坊さんと身延山の音を聞きながら対話をし、音を通じて仏教を体感するひとときをお届けします。参加申し込み方法など詳しくはノートマガジン松本昇慶の北条庵、または音の巡礼をご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。日蓮宗大法院の草野妙慶と申します。ただいまから
妙法蓮華経観世音菩薩不問本第25観音経を読み下し訓読で拝読させていただきます。本来ですとお経の前には勧請や開経偈、終わりにはご回向が入りますが、今回は観音経のみお上げしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。妙法蓮華経観世音菩薩不問本第25。その時に無尽に菩薩すなわち座より立って一重に右の肩をあらわにし、合掌し仏に向かい立てまつってこの言葉をなさく。世尊観世音菩薩は何の因縁をもってか観世音と名付くる仏。真に菩薩につけたまは偶然なし、もし無量百千万の苦悩修行あって、もろもろの苦悩を受けに、この観世音菩薩を聞いて一心に名を称せば、観世音菩薩即時にその恩情を感じて身投げ脱することを得せしめんもし、この観世音菩薩の名を保つことあらん者はたとえ誰かにいるとも、日も焼くことはとわじ、この菩薩の偉人力によるが、ゆえにも次第水に漂わされんに、その名号を称せば、すなわち浅きところを縁もし、約千万の苦悩修行あって、今後瑠璃社子目の単語工学侵入等の宝をまとるをもって大会に依然にたとえこぐその全部を浮いてら絶起の国に表出せん。その中にもしないし一にあって観世音菩薩の名を称せば、この上人が皆羅刹の難を下脱することを縁故の因縁をもって観世音と名付くもし、また人あってまさに害せらるべきに望んで観世音菩薩の名を称せば、彼の取れるところの道場ついて淡々に俺で下脱することを縁もし、三千代全国道に中に見てるよ、しょらせつ聞いたって人を悩まさんと発戦に、その観世音菩薩の名を称するを聞かば、このわらわらの商いを悪縁をもってこれを見ることはたまじいわんや、また害を加えんをやたと言い、また人あって、もしは罪あり、もしは罪なきに仲介こそ、その身を権限せん観世音菩薩の名を称せば、皆ことごとく断念して、すなわち下脱することを縁もし、三千大天国道に中に見てる音読あらんに、一人の召集あって、もろもろの承認を引き、呪王を祭事して、権能を強化せん、その中に一人公の将軍をなさん、もろもろの伝難し、工夫すること、売ることなかれ。なんだちまさに、真に観世音菩薩の妙号を称せべし、この菩薩はよく無意をもって、修行に施したも、なんだちもし皆を称せば、この音読において、まさに下脱することをうべし。もろもろの承認聞いて、共に声を押して、南無観世音菩薩と言わん、その名を称するが、故に、すなわち下脱することを縁無尽に、観世音菩薩、まかざつは、偉人の力、義理たること、格のごとし、もし、主張あって、
意欲をからに常に念じて完全を持たすを苦行せばすなわち欲を離れることを縁も自身によからに常に念じて完全を持たすを苦行せばすなわち心を離れることを縁も自口をからに常に念じて観定を菩薩を苦行せばすなわち地を離れることを縁無尽に観定を菩薩は格のごときらの大善にあって要約するところを思考のゆえに衆生常に心に念ずべしもし女にあってたとい難を求めんとし観定を菩薩を礼拝し苦行せばすなわち福徳知恵の難を生まんたといにょをまとめんとせばすなわち天上嘘の女の昔特本を植えて就任に愛嬌せられるを生まん無人に観定を菩薩は格のごとき力ありもし衆生あって観定を菩薩を苦行礼拝せば福道縁七事このゆえに衆生皆観定を菩薩の名号を受持すべし無人にもし人あって六十二億号が諸の菩薩の名字を受持しまた形尽くすまで四時期仏が具役を供養千難事が心においていかんこの天難し天女人の苦毒をしやいなや無人にの模索花肌をし聖尊仏ののたまわく申しもと人あって観定を菩薩の名号を受持しないし一時も礼拝し供養天皇の二人の福上等にして異なる高等な倹約千万の功においても極め尽くすべからず無人に観定を菩薩の名号を受持せば格のごとき無量無変の福徳の利を縁無人に菩薩仏にもしてもさぐ聖尊観定を菩薩は遺憾して過去のシャバ世界に遊び遺憾してか衆生のために王徳を弁の力その地下を仏無人に菩薩に突き玉は空前乱し文字国道の衆生あって仏心を持って得道すべき者には観世音菩薩すなわち仏心を現じてために王を説き着死仏の身をもって得道すべき者にはすなわち着死仏の身を現にてために王を道義正門の身をもって得道すべき者にはすなわち正門の身を現じてために王を道義煩悩の身をもって得道すべき者にはすなわち煩悩の身を現じてために王を道義大釈の身をもって得道すべき者にはすなわち大釈の身を現じてために王を道義自在天の身をもって得道すべき者にはすなわち自在天の身を現じてために王を道義大自在の身をもってどうすべき者にはすなわち大自在天の身を現じてために王を道義天台将軍の身をもって得道すべき者にはすなわち天台将軍の身を現じてために法を説き毘沙門の身をもって得道すべき者にはすなわち毘沙門の身を現じてために法を説き正王の身をもって得道すべき者にはすなわち正王の身を現じてために法を説き長者の身をもって得道すべき者にはすなわち長者の身を現じてために法を説き孤児の身をもって得道すべき者にはすなわち孤児の身を現じてために法を説き再観の身をもって得道すべき者にはすなわち再観の身を現じてために法を説きバラモンの身をもって得道すべき者にはすなわちバラモンの身を現じてために法を説きビクビクにウバソクバイの身をもって得道すべき者にはすなわちビクビクにウバソクバイの身を現じてために法を説き長者工事再観バラモンのブニョの身をもって得道すべき者にはすなわちブニョの身を現じてために法を説き道南道女の身をもって得道すべき者にはすなわち道南道女の身を現じてために法を説き天竜や茶剣夏場修羅カルラ金七孫らが人品人道の身をもって得道すべき者にはすなわち皆これを現じてために法を説き修根五人をもって得道すべき者にはすなわち衆根五人を現じてために法を説く無人にこの観定を菩薩は格のごとき苦毒を成就して主樹の形を持ってもろもろの国道に遊んで衆生を道脱すこのゆえになんだちまさに一心に観定を菩薩を供養すべし
この関税をもさつまかさつは不意急難の中においてよく無意を残すこのゆえにこのシャバ世界にみんなこれをごしてセブンイシャトス無人に菩薩仏にもしてもさぐせそまれ今まさに観世音菩薩を供養すべしすなわち首の十王十の要楽の下敷悪戦両言なるを解いて持ってこれを与えこの言葉をなさぐにしゃこの禅の尋問の要楽を受けたまえ時に観世音菩薩あえてこれを受けず無人にまた観世音菩薩にもしてもさくにしゃ我らを哀れみがゆえにこの要楽を受けたまえその時に仏観世音菩薩につけたまわくまさにこの無人に菩薩を呼びし終点入夜者剣奪はアシュラガルラキンナラマゴラガニンペニントを哀れみがゆえにこの要楽を受けべし即時に観世音菩薩もろもろの侍従を呼び天竜人平人道を哀れんでその要楽を受けは勝手に運動なして一分は釈迦牟尼仏に立て祭り一分は他を仏頭に立て祭る無人に観世音菩薩は格のごとき自在人目にあってシャバ世界に遊ぶその時に無人に菩薩家を持って到底もさく聖尊は妙相そのわりたまえりわれ今重ねて彼を問い立てまつる物資何の因縁あってか名付けて観世音とする妙相を具足したまえる尊厳を持って無人に答えたまわく何時間の農業を聞けよくもろもろの法上におずるぐでの深き子と海のごとし子を一文字犠牲した天の具の仏に仕えて大少女の願を起こせりわれ何時がために略して投函なお聞き及び身を見心に念じて虚しく過ぎたればよく小の苦を滅すたと以外の心を起こして大いなる家業に押し落とされんにあの観音の力を念ぜば家境返事で行けとならあるいは後悔に漂流して流後初期の難波乱にあの観音の力を念ぜばハローもすることはたわしあるいは趣味の見えにあって人に押し落とされんにあの観音の力を念ぜば火のごとくにして幸福に従前あるいは悪人に追われて今後天より堕落せんにあの観音の力を念ぜば一応もうすことはたわじあるいは音族の囲んでおのおの剣を取って害を加うるにあわんにあの観音の力を念ぜばことごとくすなわち自信を起こさあるいはおなんの国を手つみせられるに望んで命をわらんと発せんにあの観音の力を念ぜば剣ついで段々に折れなあるいは肩に集金せられて子息に仲介を被らんにあの観音の力を念ぜば昨年として下脱することを縁中層もろもろの毒薬に身を外せんと捨てられんものかの観音の力を念ぜば帰って本人に尽きなあるいは暮らせ独流初期とにあわんにかの観音の力を念ぜば時にことごとくあえて外生寺もしは苦十意のじで同期幻想の恐るべからんにかの観音の力を念ぜば道具無縁の方に足り南岸者及び復活低毒縁かの燃ゆるがごとくならんにかの観音の力を念ぜば声についておのずから帰りさらん大空勢天神あられよ裏地よいなる雨を注がんにかの観音の力を念ぜば時に応じて昇談することを縁衆生婚約をこむって無料の組を責めんに観音妙地の力よく世間の苦を救う人ずり気を不足し広く地の応弁を主して実法なもろもろの国道に国として身を現ずざることなし主人のもろもろの悪臭時刻期畜生小老病死の具もてようやくことごとく滅せしぬ心肝症状肝高大地へ肝遺願及び時間あり常に願い常に善をすべし福症状の光あって虹もろもろの闇を足よく災いの負荷を伏してあまねく明らかに世間を照らす非体の外来心のごとく人の妙も大運のごとく
甘露の雨を注ぎ、煩悩の炎を滅除す上昇して、感情を得軍人の流れを以前に、あの観音の力を念では、もろもろの肌、ことごとく退散せん。妙音完全音本の解消を上位で、剣のあり、このゆえに、すべらからく常に念ずべし、念弁に疑いを生ずることなかれ、完全音上昇は、苦の自悪においでよくために、ごとなれり。一切の愚毒を愚して次元をもって衆生を見る不従の海無量なりこの故に将来すべしその時に時事菩薩すなわち頼り立って進んで仏にもして模索生存もし衆生あってこの勘で四菩薩本の時代の五不問次元の神通力を聞かん者はまさに知るべしこの人の苦毒少なからじ仏この愚問本を解きたもどけ修修の始まん視線の修女みなむとうのあのくたら三脈三菩提の心を起こしき南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。